こんなところから始めていきたいと思いますけれども、そうだな、ピアノとかをイメージしていただけるとわかるかな、わかりやすいかなと思うんですけれども、ドレミファソラシドってね、ピアノの発見があると思ってください。こっちから見るとどうなるでしょう。で、ここにドがあって、ここにソがあるというわけですけどね。この真ん中にミの音があって、ドミソみたいなメジャーコードになったり、このミの音が半音下がれば、C マイナーというね、ドミのフラットソと、ね、いう音になったりするということですけれども、まあ実際にやってみるといいですね。このドとソ、これはドですね。ドレミファソドとソが鳴っていると。例えばこんな感じで。ここにミの音があれば、これがマイナーですね。これはメイジャー、ミの音が入っています。これがマイナーですね。これが4度になるとサス4というこういう響き、よく聞いたことがある。こういうやつは4-3-2-1-3があってね、 MUFG みたいになってるってことなんですけど、MUFG ってなんかね、はい、そうそう、 MUFG ですね、はい、ね、こんな風になってます。というわけで、ドとソの間にある音がこう変化することで、こう和音の響きが作られているっていうイメージ、これなんとなく皆さん理解できたかなと思います。というわけで、このドとソがこう響きの骨格になっていると。で、中にある音がミだったりミのフラット、レとかね、ファーになったりすることで、いろんな響きのイメージが変わっていくよっていうような風にの仕組みになっているわけですね。というわけで、ここに書いてみようかな。こう、ドがあって、ちっちゃいかな。拡大すればいいのか。見えますかね。はい。で、C があって、ここに G があるよと。で、この間には、Bフラットとか、D とか、E フラットとか、E、F。まあ、ここ、好みが分かれるところですけど、F シャープとしておきましょうか。こんな風になってるわけですね。まあ、この中の音がさっきは、MUFG かなと言ってたわけですけどね。あ、A、こうか。MUFG ですかね。まあそれは本当どうでもいいことなんですけど。で、このドとソのど真ん中。これですね。AX、あ、なんか点が入っちゃって読みにくいですけど、AXIS ですね。はい。このドとソの間に、こう、なんていうのかな、この響きの、いろんな響きがね、この中に、まあ、入ってるというか、わけですけど、中心があるというふうに考えるわけですね。まあ、いろんなコード進行がありますけれども、例えば、こう、コード進行、ここにちょっと書こうかな。例えば、こう、CF、G、C みたいな、こういうコード進行があったとして、まあこうね、トトン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 みたいな、これですね、トト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 トン。で、これ行かないと気持ち悪いじゃないですか。 C のコードに行きたいと、トトントン、まあ、これを C のコードに行きたいというふうに皆さんこう感じるということだと思うんですけれども、この C のコードっていうのはこう、ね、上に書いてあるこの C と G という骨格の中で、まあ、このミの音ですかね、はい、こういう響きになっていると。だからとにかくこの点線のど真ん中に向かいたい感じになっているっていうふうにネガティブハーモニーというのは考えます、まあ、それはなんでって言われると、これはもうそういうふうに考えたということなので、なんていうのかな、まあ、そこはこう、ね、いいよ、OK ということにしてくださいね。僕は考えたわけじゃないね。
何て人だったかな、スイスの音楽家の方ですね、エルンスト・レヴィーさんという方が、1980年くらいに、考えたことですかね。はい、で、とにかくこのさっき聞いたこの点線のところのから等距離なもの、まあ、このシート G を筆頭にですね、は、価値が等しいというふうにネガティブハーモニーでは考えます。まあ、これは真横に書いたんですけれども、こんな風に書くと見やすいってことですね。ね、これ円状に書いてある、はい、これがあの、ね、この表紙に書いてあるこれね、はい、これは度数というか、って書いてありますけど、まあ、今キー C というかね、話をしていきたいと思いますけれども、E、F、F シャープ、G、じゃあ A フラット A と、でここに点線が来るという感じですかね。でこのまま書いておくと B フラット、あなんだよ B で C、D フラット D ですかね。はい、そうするとまあこれらはこの等距離だと、この軸からの距離が等しいということですね。はい、こんな風になるわけです。あの僕この本を書いてたので、なんか何回も手書きでこれを書いたんで、なんか覚えちゃったってとこもあるんですけど、まあ、C と G が対応してて、この D と、ね、F、 D フラットと F シャープってこのね、どっちも DFDF っていうとことか、 E と E フラットとか、あと A と B に関しては文字が置き換わって、フラットがついてるやつはついてないやつに、ついてるやつはついてないやつにと、まあ、こういう対応になってるよって覚えておくと、なんか暗算しやすいかなというふうに思うんですけれども、はい、で、まあ、この表を使いながら話を進めていきましょう。まあ、実際にやってみるのはね、いいと思うんで、ちょっと、まあ、実際はね、あのここにいろいろ自分でもすでに書いたやつがあるんですけど、これ書きながらやった方がきっと、ね、皆さんのこう見るスピードと合ってていいかなと思って、今日手書きペースでいきたいと思ってます。はい、この辺のとこかな、画面すいません、はい、で、はい、こちら新しい紙ですけれども、例えば、マジックで書いた方が見やすいですね。いわゆるこういう Bm7G7C と、まあ、こういうコード進行があったとしましょう。これ実際に出てきている音は、まあ、レファラードとかね、ピアノの発見は1個とビレの音から取ったレファーDF、ね、ラードと。で、これが、ソーシーレーファと、まあ、こういうふうになってて、これが、まあ、ドーミソと、ちょっとまあ諸事情があって、これ、あ、ピントがあったんだから、これで OK か。C のところはちょっとメジャーセブンにしてないんですけれども、はい。まあ、これをネガティブ化していくということですね。この表を参考にしながら。で、このくらいのレイアウトが見やすいかな。はい、でですね、実際にやってみると、あ、なんか、ただ対応環境を見るだけなので、ちょっと聞いてみましょうかね。はい、じゃあ、誰に聞こうかな。はい、じゃあ、お答えください。ね、目が合った人に聞くと。じゃあ、この DFAC っていうのをただ置き換えていくと、D は何に置き換わりますかね。この上の表で言うと、まあ、D は F に置き換えるということですね。はい。僕は言っちゃいましたけど、まあ、この後じゃあお答えください。この後の FAC は何と対応してますかね。はい。D。これ D ですね。A は、うん、B フラット。B フラットですね。はい。次は G。G ですね。はい。こっち見る。もうヤブリさんの声が決まって、ありがとうございます。まあ、こんな風になると、うん、でこれですね、なんていうのかな、この鏡から等距離のものは価値が等しいと考えてるので、なんていうのか、こう C と G っていうのがね、ルートと5度に当たるわけなんですけど、この G が反転したものが反転先のルートになると、まあ、こういう風に考えるんですね。これもなんでって言われても困るんですけど、なんか雰囲気でさせてください。
考えたやつじゃないんで、ね、僕は整理しただけですね。というわけでこの、A と B フラット、ここがこう、これもちょっとね、用語的には覚えておくとちょっとかっこいいんですけど、ジェネレータートーンと言いますね。ジェネレータートーン、ジェネレータートーンと言います。かっこいいですよね。お、そのジェネレータートーンは A だね、なんつって、ね、何がかっこいいのか分かりますね。ジェネレータートーンですね。はい、というわけです。でもまあこれジェネレータートーン、つまり A が反転したものが、この E フラットが、この反転先のルートになるわけですけど、まあこれは多少の、ね、知識がないとできないかなと思うんですけど、まあ僕はやっちゃいましょうか。まあ、B のこれはメジャーサードになるわけですね。はい、でこれが5ドになって、でこれは6ドになると。というわけで B フラット6というコードに置き換えます。はい、まあ、これはただ対応関係だけの話なんで、別に僕もこれを暗記してるとかじゃなくて、毎度毎度書いてます。よく出てくるものはもう覚えちゃってたりもするんですけれども、こんな風にして毎回書いてですね、頑張ってやっておりました。でもこれはもう僕がやっちゃったので、早いそうなんで、ちょっとやっちゃいましたけど。このね、GBDF というね、ちょっと画面見ながらやっていきましょう。G が C に置き換わると。ね、G が C に置き換わる。そして B は A フラットに置き換わるんですね。で、D は F に、F は D にと、ね。まあ、こう何回かやってると、ちょっと対応関係というのはだんだん覚えてきちゃうので。見えません。はい、見えません。あ、これですね、はい。はい。ありがとうございます。こんな風になると。まあ、なんかじゃあ赤ペンで書くことにしましょうかね。黒で書いてます。で、そうですね。そういうことでございます。はい。Fm6 になると。Fm6 と。これがルートで、ね、これが、まあ全部同じなんですけどね。この3度の反転が3度になって、これが5度になると。5度とルートはいつも、ルートは5度に、5度はルートに反転しているということですね。ルートは5度に、5度はルートに反転すると。まあこういうルールになっています。3度は単3と2と、ね。こうやって見ていくとなんか対応関係がすごく面白いなというふうに見えてくるかなと思います。で、このセブンスっていうのは、こっちもそうでしたけれども、セブンスは6に反転すると。というわけで F-6 ですね。はい。で、最後、この CEG というのについて見ていきたいと思いますが、まあ、だんだん覚えてきましたよね。さっきも出てきましたけど、C は G に置き換わる、ね。G は C、C は G ということですね。というわけで、C は G、G は C、E は、そのね、この2と2のフラットの間を軸としているわけですから、これ一番わかりやすいですね。2のフラットになると。で、これがジェネレータートーンですよということですから、そう。ザ・Cマイナーになるわけですね。一応ここにも書いておくと、ルートは5度になりますし、5度はルートになりますし、3度はマイナーサードになると、ね。すごいわかりやすいですね。Cマイナーということになります。はい。こんなコード進行が導き出せましたよということですね。そして、まあ、まとめ、この辺のまとめですけれども、2-7G って書いちゃった。5-7、ちょっともうぐちゃっとして見えますかね。あ、C って書いてた。ダメだもう一回書き直しましょう。2-7-5-7-1ってね。これは、要するに、フラット7-7、見えますかね、大丈夫ですかね。フラット7-7、6か。6。うん、そうですね。まさにサブドミナントマイナーのキーというか、まあ、C マイナーのキーになってるっていう感じですかね。C メジャーのキーだったものは C マイナーのキーに置き換わってると、いうことなんですけれども、これもですね、去年の段階では、あれじゃあサブドミナントマイナーを置けばいいんじゃないかと、この4マイナーってですね、ちょっと4マイナーの響きピンとこない方向けに。無限にっていうと失礼ですかね無限にちょっと弾いてみたいと思います。少しですね、良かったですか、はい、でも映画
そう、だからキー的にはですね、キー C メイジャーが、キー C マイナーと、まあメジャーキーで言うならばキー E フラットメイジャーということですかね、に変化したってことになってるんですけども、これをなんかこの5-7のところで、ね、今弾いてるコード進行は FFFmC ということなんで、まあ、この Fm に当たるわけですね。ちょっと実際のコードネームをもう一回見ておきましょうか、ね、DmG7C は Fm の期間、こういうふうに見ちゃうと、ただサブドミナントマイナーを弾けばドミナントの代わりになるよみたいなことにしか役立たないじゃんと思う方もね、いらっしゃるかもしれないんですけども、結構これを自分なりにどう活用したらいいのかなって考えててすごく分かったのはこの6の世界観ですかね。6の世界観って面白いなと思って、結構こうセブンスを入れて考えてしまうんですけれども、6って面白いんですね。あのショーネタじゃないですよ、はい、というわけですが、よく使うコードでこういう皆さん見えますかね。ね、1度3度6度9度、そう、この69っていうコード、ね、これメジャー7となんか同等な感じっていうイメージが僕もあったんですけれども、そうじゃなくてこのメジャーペンタ的な世界観っていうんですかね、これがすごい重要なのかなというふうに、それが分かってるとすごくいいのかなというふうに思いますね。あのメジャーセブンでもそうだし、例えばこの G7 みたいなのも69で弾きますから、ね、これはセブンスにしちゃうといわゆるドミナントコードになっちゃうんですけど、ってことじゃなくて、ちょっとなんか民謡チックになるというかね、あまり機能合わせっぽくなくなる、世界観がなんか見えてくると、このネガティブハーモニーの世界もちょっと楽しめるようになってくるのかなとは思います。ここに書いてある Bb6Fm6Cm と実際弾いてみると、このような響きですかね。例えばね、まあ、こうパッと分かる方とかもしかしたら何だっけそれとかね、それが初耳だぞという方もいらっしゃるかもしれませんが、例えばいわゆる裏コードというやつですかね、裏コード、ね、裏のコードですね、これを使っていくと Db7 となったりするわけですね。まあ、ギター的に言うと、まあ、一応書いておくとなんか親切っぽいかなって、一応この書いておきましょうか。こうね、見えるかな、こんな風に、こんな風にいくと G7フラット13みたいなね、こう3フレットだとするとこんな感じになるわけですけれども、で実際にここには
5度が入ってないんですけれども、まあ、ルート、セブンス、サード、フラットサーティーンとなっているので5度が入ってないんですけど、まあ、5度が仮にここにフラット5度とここにあったとすると、この今赤字で書いたちっちゃいですけどね、見えますかね、引っ越しましょう。はい、でこのフラット5度の音をルートにしてこうやって書いていくと、あとまあギターですからね、この1弦と6弦は同じ音ですから、このここにあったやつをこっちに持っていったり、そうするとこれ、コードネーム的には D フラット7、まあ、9th シャープ11とかね、こんな風になるわけですけど、はい、まあ、これが裏コードの仕組みですね。で、こちらに話を目を戻しましょうか。うん、でこれ、ね、D フラット7になったと。で例えばこう D マイナー7というのはここにありますが、これをこうセカンダリードミナントというのにしてやると D7 というのになるわけですけどね。うん、だから元あった D マイナー G7 C メジャーというのはこういうふうに変化したというふうになるわけですし、どんどんやっていくとこの D7 は、あ、なんで出てこないね、A フラット7になったりするわけですね。はい、どん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 コードが変化していきます。でこれにさらにこれを2-5っぽく見立ててやると E フラットマイナー7 A フラット7、こっちは、A フラットマイナー7 D フラット7、まあ、こんな風になってるわけですね。もうちょっと上から取ると全部見えるのかな、まあ、全体は一応入ってますかね。はい、で、元々のコード進行はこれだったわけですけど、もう果ては何だかわけわからないこの半音上のコードとか出てきちゃってるんですよね、はい、例えば今丸をつけたところをこの元のコード進行 Dm G7 Cメジャーを鳴らしながらやっていくと、このハーモニーを乗っけていくとどうなるかということですけれどもね、今一度ここに書き写しておきましょうか、B フラット6になるよと、ここが F マイナー6になるよと、これ C マイナーになるよと、はい、これやるとどうなるかなってことなんですけれども、でまずこの伴奏だけちょっといろいろ弾いてってみると元のこのっていうのがね、ここに書いてあるふうになぞらえていくと、うん、今みたいな響きですね。Gフラットマイナー、Aフラットセブン、Aフラットマイナー、Dフラットセブン、Cメジャー。これはなんていうか、別に普通にね、どっかでライブとかで聴いてても、まあ普通にこれはこれで聴けるんじゃないか。でこの B フラット6と F マイナー、これ弾いていくと
しませんかねっていう響きが、ね、これはだんだん耳が慣れてくるとこの、ね、普通の251の上でこのコード進行弾くみたいなことができるようになるのかなということです。で、まあ、実際に今からやってみますけれども、実際に弾くときにはですね、というかこの解決先のコードに対して4度手前にマイナー6を弾くと、まあ、大雑把に言えばこのくらいでサウンドします。この G7 の代わりに F マイナーを弾く、 F マイナー6を弾くということですね。はい、ちょっと実際にやってみましょう。ここでこの響きを弾くと、こんな風にしていてマイナーの音を弾いていくとかっこいいと思います。恐れたら気持ち。でも思い切ってやらないと間違ってる人みたいになっちゃうのでね、思い切ってやるのが重要ですね。はい、この上でもう一度やってみましょう。B フラット6。この炭酸って明らかになんか一般からちょっと遠いんですけど、ここ思い切って入れて。あんまり自分でやっててうまくいかなかったなというのはね、この B フラット6っていうのは、スケールでいうとミクソリディアンになるんですけれども、まあ、キーが E フラットというか C マイナーですからね、キー E フラットっぽく書けば、これは 5のコードになるし、これは2のコードになるし、これは6のコードになるんですかね、ですからもうこれはドリアンになるし、これはエオリアンになるのかな、うん、ということなんですけれども、まあ、これミクソだからといって、セブンスで弾いちゃうとなんかあんまうまくいかないなっていうのが自分の思った感覚というか感想です。ミクソじゃなくてさっき言ったみたいなメジャーペンタ感覚のものですね。あ、間違えちゃったこのマイナー6の楽譜、7は、まあ、軽カウントしては入れてもいいんですけど、がっつり入れるのは6、こういうようなサウンドですかね。ここね、やっぱ7入れちゃうとちょっとなんか変な感じですね。6にしておくと、まあ、こんなくらいのサウンドにしておくと、この F マイナー6っていうことを表現できているのかな。このメジャーの方に関しては、まあ、普通のメジャーペンタ、ああ間違えちゃった。で、慣れないなとか分かりにくいなって方は、このタンサンド下のマイナーペンタを弾けばいいですから、まあ、B フラットのタンサンド下 G ですかね、G マイナーペンタを弾けばいいと。この G マイナーペンタを簡単に言うと D マイナー上で弾くというような構図になるということですね。まあ、実際にもう一回やってみましょうかね。伴奏を取り直してみましょうか。ちょっと長くして。
あれ取れなかった時間だけ使っちゃった時間だけ使っちゃった、はい、今一度やってみたいと思います。あ、こういうのダメですね、ふわりじゃね、長くすると決めました。ですからこれね、冒頭にちょっと、申し上げましたように、すごく再現性があることですから、ね、どういう仕組みでやってるのかっていうのはね、明らか、ね、これ誰がやってもこうなるという仕組みがあってやってますから、ね、そうするとまあ皆さんのツールとしてお役立ていただけると、まあ、いいんじゃないかななんていうふうに思ったりしているということですね、はい。で、まあとりあえず絶対この話だけはしようと思ったのはこのくらいまでで、まあいろいろネタ帳みたいな感じでいろいろ話そうと思っていることを書いてきているんですけど、まあここから先はちょっと質疑応答をね交えながらなんて感じでやっていきたいかなと思うんですけれども、どうですかね、まずここまででなんかわかん、まあ、そもそもわかんない何言ってんすかみたいな方とかいらっしゃいますでしょうか。どうですかね、なんか全然関係なくてもいいです。あ、どうぞどうぞ。マジックマジック黒マジック休憩中違う、黒マジックがいいです。黒マジック、あー、黒マ、これですね、はい、黒マジック魔法人かい、ジェネレーターになるのか、はい、どうしてこれになるのかってちょっと聞き逃しちゃったし、ああ、なるほど、まあ、この等距離にあるものが、価値が等しいと考えているわけなので、なんていうかな、ルートとボードっていうのは価値が等しいと考えているわけですね。で、鏡の世界ではここに映ったね、この反転の軸でこうひっくり返った鏡の世界の中ではこれが逆の価値を持ってるってことですね。ですからこのボードはルートに、ルートは5度になるよと。ジェネレータートーンというのは元のコードの5度の音ということですね、うん、元のコードの5度の音をこう反転させてやると、反転先のコードのルートになると、まあ、こういうふうに考えるということですね、はい。あとなんか何でもいいんですけど、なんかありますか。あ、はい、どうぞ。Bm7 の場合は分かりました、うん、Bm7 フラット5だった場合はどうなるんですか。おー、素晴らしい、いい質問ですね、はい。そうなんですよ、これね、まあ、実際にやってみると分かると思うんですけれども、ちょっと実際にじゃあやってみましょうか、ね、はい。そもそもその質問がなぜいい質問だというふうにねなっているのかということもね、皆さんお分かりいただけるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと書いてみたいと思います。例えば、まあ、
キー C メジャーのダイアトニック上には例えば B マイナー7フラット5というのが出てきますね。 B マイナー7フラット5、うん、で、このコードは C メファラット